収録中に起きた大事故がヤバすぎる狼少年ヒロミさんの奥さんの松本伊代さんがクイズに不正解し 1.5 メートル下に落下し腰椎を圧迫骨折しました。落下地点には怪我防止のためウレタンが詰められていましたが、松本さんは半年前から骨粗鬆症と診断されており、とても危険な演出でした。スギちゃんワイルドだろうでおなじみのスギちゃんが2012年朝日テレビの特別番組収録で千葉県国際水泳場の高さ10メートルのジャンプ台から飛び込み全治3ヶ月の胸椎破裂骨折をしました。出川哲朗2015年謎解きバトルトレの背後から壁が迫ってくる崖の間で2メートル下まで落下、着地の際に足を骨折しました。